約4センチぐらいの厚さがあるみたいで、一切れで約100グラムぐらいあるそうです。すごいっすよねこの厚さ。多分おそらく日本一厚いハムカツがこの店だと食べられるかな。
で上にかかってるのはデミソースで結構スパイスがすごく使われているらしいです。ということで早速一口いただかせてもらいます。うん、うわ、密度すごい。まあ、やっぱり少しスパイシーさが感じられるかなと思います。でその後にちょっと甘さがあったりとか複雑なデミの味がしっかり乗っかってくる感じですね。これもすごいサクサクですよ。話に聞くとものすごくきめが細かいパン粉を使用されているらしくて、冷めてもねすごくサクサクが維持されているらしいです。あとハム自体がすごく美味しい。これはお湯でね、すいません、ありがとうございます。じゃあ次にサラダですね。サラダの上にかかってるやつも自家製だそうです。これも同じく結構スパイスを使ったマヨネーズベースのドレッシングだそうで、結構辛いっていうことなんですけど、ちょっとじゃあ早速一口。思ってるよりもそこまでガツンって辛さはないです。どっちかっていうとマヨネーズのマイルドなコクだったりとか、ほのかにあるこう甘さだったりとか引き立てられて、後からスパイスが今来てますね。うん、あ、結構辛い。後から来た。結構やみつきになります。あとハム自体が結構インパクトがあるものなんで、意外とリセット効果っていう部分に関してもそう役立ちそうな感じしますね。このもやしも同じく、ごま油で炒めてるんですけど、それ以外にも複数のスパイスをこっちにも使っているそうで、こっちは割と辛さは控えめということです。ごま油がの香りがまずしっかり効いてて、私辛さというよりも胡椒とかあと山椒入ってるそうなんで少ししびれ具合がある。すごいこの3つの皿でものすごいこういろんな味が楽しめる一皿になってるかなと思います。肉肉しい、中にチーズも入ってるんですけど、これ2種類のチーズをブレンドされてるということで、チーズの味も結構しっかりします。こんだけチーズたくさん入ってるハンバーグってあんまりないので、夢のような、はい、チーズハンバーグ。このひき肉も2度引きされているそうで、引かれてる回数やっぱりキメが細かくなっていて、脂身も落とされてるので食べやすいです。オンザライスしちゃいます。これが私の OTR。 これが私の OTR。 オンザライスいただきます。うん、幸せ。なんでご飯とハンバーグってこんなに悪魔なんでしょう。悪魔的な美味しさ、カイジみたいな。悪魔的だ。